皆様ごきげんよう。今日なんですけど、飯田さんと浅草食べ歩きやっていきたいと思います。イエーイイエーイイエーイ全然乗っ今日なんですけど、まさにね、日本があのスペインに勝ちまして、そうですね、すごいですね。で今何時ですか？今は12時です。12時ですか？俺もう味噌汁だけ飲んで帰りたいから食べ歩きって言ってるけど久しぶりじゃないですか、この企画って。確かに確かに。だから食べ歩き俺好きだから、そのちょこちょこ、うん、いろんなもの食べてるよ。これがあれですか、雷門ですか？雷門有名な、久しぶりだな。こちらですね、すごい有名な雷門。早めに切り上げるか、味噌汁飲んでどっかに実はいそうじゃない？確かに。じゃあなんかでもね、飯田さんとタクも昨日飲んでたらしくて。そうですね、なんか撮影の後で、飯田さんも飯田さんで結構遅くまで飲んでたらしいんですよね。ああ。だから俺たち、フィーリングが合うかもしれない飯田さん来てないからワンちゃん寝てる可能性あるな、これ。いや、ないないですね、それは。ない連絡返ってきた、うん、連絡くそくそじゃねえ。飯田さんが寝てましたが一番都合良かったんだけどあ、お疲れっす。どうぞ、おめでとうございました。行きますか。お願いします、はい、ということでやっていきましょうオーラがやべえ2人がそのやっていきましょうか食べ歩き、食べ歩きになるかちょっと分かんないですけど、はい、ああ、分かります。酔ってます？まだちょっとなんか味噌汁だけ飲んで帰りたいんですよ本当はね。でも行きますか。飯田さん元気っすか？ああ、ちょっと元気になりましたね。だいぶ、だいぶ。練習はもう復帰してるんですか？練習はちょくちょくするようになりましたね。なんか今年痛いんですよね。今年まだ痛いですね。見に行きます？あの 6.5 あ、6.5。 いや、なんか何も全然、れてない。全然招待しますよ。ああ、そうですか。はい、会場見に来てもらって。ああ、そうですか、いいです。はい、じゃあ、ぜひテレ君とポーランドさんがやりますよ。そうですね。ああ、そうです。どっちがそう思いますか？あ、いい勝負してますね、うん、結構強いですよね、テレ君ね。そうですね。これ左の通り行った方がいいんじゃないの、あの居酒屋。あ、ありますよ、早速いや、全然なんか食欲ないんですよね。修学旅行ですかね。飯田さんすごいですよね、もう知名度。いやいやいや、全然もうスーパースターよだってブレイキングダウンで一番今ね有名になってるのは飯田さんですよね。そうですね、そうです、うん、しかもなんか負けても全然人気落ちないっていうのがすごい。確かにあ、これ左行く？左行きます。場所がね、ちょっとわかんないんですよ、僕たち。ああ、そうですか。来たことあります？はい、3回目ぐらいですなんか、あれかな、旅行生が多いのかな、修学旅行みたいな。なんか地方の感じがしますね。うわー、博多来たみたいです。ね、いいな。うわ、包丁、こよ、こよ、包丁。マジかっこいいやん。これかっこいいな。でも包丁はさ、欲しいけど使わないよな欲しいだけ欲しいけど。この二人が持ったら余計危ないから、いいとこ東京じゃ結構来てますよね。東京今来てますね。もう東京引っ越した方がいいんじゃないですか自然が好きなんだ都会は嫌いですか？うわ、そんなことないですよ。でもまあ自然の方が好きです。ぶっちゃけでもなんか、なんか大阪かどっかで、はい、なんかすげえ囲まれてたのを見ましたけどTikTok であれなんかもうどうなんですか？俺も結構嫌なんですよ、話しかけられるのは。そう、実際どうすか？結構噛み対応みたいなしてたからまだ、まあ、全然まだ何もまだ大丈夫ですか？はい。そっかそっか。もうでもだんだん、ね、嫌になってきます。できがないんで、そうですねもう結構断り方上手くなってますからね、なし方が、はい、結構全部対応されてたから あれ、とんでもない時間かかるでしょ。そうですね。あれ、これは違う。あ、これちょっと違うっすよ。もんじゃね、もんじゃうまっすぐやろ。うわ、なんかいいっすね、この街並みが。あの着物とか着たいね。あの俺の家にある刀刺してガチガチモンのやつや。あれガチモンの刀刺して歩きたくない？模造刀じゃないから結構誰の？俺だ。え、マジ吉田くんとか飾ってあるよ。本当だ、ありがとうございますおめでとうございます。ちょっと迷子だ、迷子だね。まっすぐ行って左だな。あ、確かに、そうや、そうや。あれ、思い出した。もう来たことあるわ。へ、なんかいい匂いして、なんか腹減ってきたな。確かに匂いがしてきた。なんか一旦さ、その一番最初に味噌汁みたいなの飲みたいんですよね。
一旦そのなんかあるやんその、はいはいはい、鉄板焼きとかもさ確かに最初のねそうあるあるあーすげえこんな感じなんだ、まあ、外国人観光客が多いの分かりますねこれは日本をもう象徴してるのって飯田さんも女性からすごいんじゃないですかアプローチがいやそんなこともないですよえじゃあ謙遜やめましょうよ飯田さんじゃあ正直にぶっちゃけて言ってくださいよ結構すごいですよねアプローチかのメールみたいなそうですメッセージとかなんかそれこそなんか女優さんとかから来てないですかいや来てないです絶対見てると思いますよ女優さん来ましたか女優さん来たことありますよ全然あーありますか、まだないですまだないですかはいじゃあお持ちしますんであの飯田さんのねリムあいい匂いしてきました何買います何でも僕も味噌汁飲みたいですよ、ね、でもいいですよ味噌汁って解散の可能性あるここやってますよもしよかったらちょっとあれっすね重いっすね重いっすねさっぱりしてもらいますよこちらにしたいのはいあ、じゃあ、いいっすか全然構わない大しか食べないですけどいいっすか全然いいあ、くっそ暇だからもう重いとかあってそうじゃん全然いい全然いいちゃんと登録してんだからチャンネルありがとうございますよし、ようやくやようやくやめっちゃいい人やな確かによしお、あるやん、牛すじが向かい酒しますあ、おでんもありますか飲みますか飲みましょうよきついっすかやばい飲みましょうじゃビールで生2つですはい生2つですでもなんか食べ歩きしたいところだけどここを出たらなんか次迎え入れてくれるとこあるわじゃあお疲れ様ですですやっぱ向かい酒最高っすね向かい酒どうするなんかね最高っすね元気になってくるだいぶ元気になってくる注文してもいいですかはいなんか後ろ後にもしますはい炙りしますかはいお邪魔します。ここないですか、ご主人。ゆっくり。マグロゆっくり。はい。おでんの7種。はい。あ、牛すじ2つください。これ大きいですか。そんなんですか。マッパージ。あ、じゃあ2つください。2つ。はい。あと砂肝ポン酢。はい。くらいですか。一旦。はい、かしこまりました。サッカー見なかったですか。サッカー見てなかったっすね。あ、そうなんですね。あんまり興味ないからですか。あんまり。うん。僕もね、コーナーキックとかこの間覚えたばっかなんですけど。あ、そうなんですか。ルールわかりました。ルールはなんかオフサイドっていうのがあんまりよく分かってなくて、なんで止められるのみたいなのを思ったんですけど、ね。まあでもすごいことが起きてるみたいですね。予選1位通過でしょ。すごいよね。すごいよ。どんぐらいすごいことなのこれ。どんぐらいすごいか分からんけど、めちゃめちゃすごいことや。スペインに勝ったの初めてですよ、ね、日本あ、そうなんだよ、ね、で、なんでコスタリカに負けたんだろうねそれは分からん何でもね、戦いは何が起きるか分からない、まあ、相性がありますかそうだよ飯田さんは結構半分ぐらい東京いるんですかそうですね、最近おぉ、早い早い早いいただきますいただきます熱い、マジで熱いじゃあ、先に聞いてますかめっちゃうまいわこれ味が染みてますわ飯田さんって生まれはどこでしたっけ岐阜市であ岐阜で生まれて岐阜で育ったそうですじゃあ飯田さんもあの修学旅行で東京に来た日があったんですかあーありましたディズニーランドもしかしてあのミッキーを蹴り落とした人じゃないですかああ違います一回それね問題になってましたそれでなんかディズニー禁止になりましたもんねはいあれ僕の地元なんですよね。ああそうですか。地元の知り合いですか。そうなんですよ。やったやつが地元なんですよね。僕らは本当ディズニー行けないみたいな感じだったんですね。ね、そうだよね。ディズニー行けなかったでしょ。どこになったんですか。どこだった。なにディズニー行けなくて、それこそ浅草とか行ったのかな。お台場。お台場だったんだ、まあ、僕に関してはお前は喧嘩するから言っちゃダメだって言われて言ってないです言ってないですよね飯田さんそういえば猫舌っすよねすごい猫舌っすよまだちょっと暑いっすウケるな
です。こんな風にする人いますなんかトラウマあるんですか、その焼け戸下。ないですよね。下が繊細なんだよ。あのジムの方はすごい来てるんじゃないですか。ジム止めちゃいました。5、5終わったぐらいか。はい、あの入会が止めてる。あ、止めてるんですか。はい、多すぎて多くはないですね。練習できなくなる。あ、本当は趣味程度でやってるんですか。そうですね。わお、なんかちょっと食べます。お腹減ってないですか。あ、いいです。すいません。はい、1個取りたらもらえます。わかりだ。タクマと酒が結構残ってるんですよ。はい、どうぞ。タクマと何で飲んでたんですか。ちょジブリの話。あ、ジブリ何だよこの人たち。でもジブリに関しては俺も全部見てますよ。あ、そうですか。どれが一番好きですか。魔女の宅急便。魔女の宅急便。そうなんだ。これはもう圧倒的にもののけ姫ですね。もうもののけに勝てるのはないでしょ。あの作品、千と千尋まで俺すごいジブリ良かったんだけど、なんか俺ハウルの動く城だけは何が伝えたのか分かんなかったね。なんかメッセージ性がなかったというか。え、結構ある。今ハウルの動く城、例えば、例えば、うん、フィロソフィーがハウルの動く城に対して、うん、自分の姿が変わって周りが見えてない。何言ってんだこの人。何言ってんだこの人。難しいな。めちゃめちゃあるっすよハウル。でもぶっちゃけもののけ一番良くない。もののけはもののけやばいよね。めちゃめちゃやばい作品だから。でもあれですよね、確か興行収入的には千と千尋が一番でしょ。海外で忘れてました。千と千尋はね、あれはねすごい作品だわ。だから人間の成長模様が見えるじゃん、その千尋の。あれ見ました。下道戦記一回だけ見ました。ああ、あの人は息子なんだよね、確か。あの人は息子さん。なんかね、風景画みたいなのが驚くほど綺麗だっすよ。結構詳しいでしょ。詳しいっすなんか隣のトトロもなんかさ、怖い噂みたいなあるよね。あのなんか都市伝説系は結構あるんですよ。サツキとメイがなんかずっと死んでたんじゃないかみたいな。はい、どうなんですかね。そう、なんかでもドラえもんとかもありますね。ドラえもんも確かに。ゆるさんって KO 負けしたことあります、人生で。 KO フラッシュダウン系が多いです。あ、フラッシュダウン系なんだ。これメインウェザーが初めてなんですよ、ダウンしたのが。あ、はいはい。だから結構なんか練習でもこう揺れたことがないから、結構新鮮だったっすね。こんな感じでなんか折れてる人も。でもやっぱあれですね、グローブの大きさで結構脳に来るか間違いがあった。どうなんですかね。でも結構16音声ガチスパとかもやるんですよ練習で、はいはい。やっぱ MMA グローブの方が揺れにくい気はします。はい、うん、メイウェザー製のやつなんてもうマジで今までつけたグローブが一番硬かったです。あ、そうですか。新品だし、でなんかメイウェザーが用意したやつなんですけど、はい、本当革なんですよ。はい、チカチでこれやばいなと思いました。14音声。そうです、14音声なんですけど、なんか普通で言うと8音声レベルのちっちゃさです。新品のやつ結構ガチガチです。めちゃくちゃ辛い。おかしいます。ああ、大丈夫です。もしかして辛いのも苦手とかそういう話ですか。いや、大丈夫です。わさびが食べれないとかじゃないですか。はい、すみません。ミルさんはすごいですよね。ギャップをなんかこう計画して出してるのがよくわからない。どうなんですかこれ。計画ではない。計画はしないですか。素手さんのギャップなんですね。そう、ギャップあるんですか。なんか女性受けすることばっかやってるから。でもやっぱずっと昔からモテますよね。いやいや、そんなことないですか。じゃあ一回素直キャラになります。いや、本当に そんなモテるって経験はなかったですよ。どうなんですか、なんか今まで何人ぐらいの人と付き合ったとか聞いてもいいですか。ああ、いいです、10人ぐらいです。あ、じゃあまあ普通ですね。まあ普通です。36歳でしょ。そうです。1回付き合うと長いんです。ん、長いですか。だって10人ですよ。10、だってショートもありですね。一番長いのは9年ぐらい付き合った。いや、でそういうことですよ。9年は長いですね。何人と付き合ったんですか。僕は4人ですね。あ、4人です。はい、長いですか、1回付き合った。
9年ほどではないですけど、まあ、3年とか2年とか、うん、飯田さんって告白するんですか、自分から。なんか告白するとこは想像つかないんだけど。どっちだっけなの。告白したことあります？まあ1回2回ぐらい。あでもモテるな、だからモテるんやつ。だから就任中1回か2回しかしないよ。佐々木さんニヤニヤしちゃう。いやいいっすね。ぶっちゃけたいなと思います。ぶっちゃけたい。タイプタイプ。タイプなの。ニヤさんの真顔。普通にとか言って。佐々木くん危険だからやばいっす。やばいっす。本当やばいっす。伊勢さんはいけるんですか、その男性は。男性はいけないっすよ。僕もね、無理なんですけど、結構俺モテるんですよ、男の人が。ジム出たらなんかいきなり待ってなんか LINE 聞いてくるとかいますよ、男の人。まあでも男性ファンが多いですか。そうです、90% ですね。でも伊勢さんもそうですよね。そうですね、8、9割ぐらいの男性です。男が見てもかっこいい男ってことなんですよ。イエスマンが。イエスなんかイケメンだから女性も多そうっすけどね、俺たちはね。結構女性人気すごそうなんですけど。そういうグラフみたいなのは見てないんですか、女性比率みたいな。見てないっす。あ、見てないっす。YouTube も何しても伸びてますから。いやそうっすね。なんかね、なんか魅力的っすよね。はい、なんだろう、なんか可愛らしいとこありますよね、イエスさんって。じゃあ飯田さんはなんか人生の中でスターみたいになったの初めてですか、今回が。そうですね、ここまで声かけてもらえるのは初めてです。どうなんですか、なんか結構この1年そこらの話じゃないですか、はい、実感はなんか湧いてるんですか。実感あんまりない。なんかちょっとそういうとこ疎いというか、はいはい、なんかまあでもなんか明らかにもう歩いてるだけで声かけられるとか、はい、あるじゃないですか、はい。で、なんか100万再生とかって実際ヤバくないですか、姿で見たら。東京ドームでも満員で5万人なんだけど、その20倍いるんですよ、人が。そうですね、3日ぐらいでエグいっすね。そうですね。すごいっすね。ブレイキングダウンがすごいっすね。みんな見てますもんね。でブレイキングダウンもオーディション動画とかの男女比見ると 90% 男性なんですよ。ああ、 90% っすか。はいっすよ。ベロベロやん。女性同士がなんかこうやり合ってるサムネのやつあったじゃないですか、1個だけ応援したの。ああ、はいはい、それが一番伸びですよ、1000万超えて。あれだけ女性の視聴者のなんか見てる率がめっちゃ高いんですよ。おお、そうなんですね。女同士の戦いっていうのは好きなんですね。あとちょっとサムネがなんか脱げそうな感じでエロかったから、それで多分視聴率伸びてくるんですけど、 15% ぐらい見てたんで女性が。150万人ぐらい見てたのかな、その1000万再生だったら。結構見られてる。どうですか、なんかもう今後のなんか高校生的な、なんか自分の中であるんですか、なんか高校生ですか。その誰とやりたいとか。誰とやりたいはあんまりないですね。あ、ないんですか。あ、でもリベンジしたいはありますか。あ、リベンジはあります。膝蹴りのなんか対策を考えたんですか。はい。やっぱ前言ってもらったフェイントかけながらとか。ああ、フェイントかけながらね。はい、パンチにあんまり頼りしない。セブンは出ますよね。そうですね。2月の19か5っすね。あ、そうなんですね。一応ね、今回初の試みで幕張かなんか結構でかいところ押さえる。ああ、そうです。5000人ぐらい入りますね。結構どんどん大きくなってきました、ね。一回試しにちょっと、まあ、でも5000人してもペーパービュー10何万件売れてるから10万人ぐらい見られるんですけど、でも実際にやっぱ数字で見るとか小さかったら見るとなんか違いますよね、会場やっぱ歓声もすごいし。あ、最大どのぐらいの人数で試合したしました。いや、僕はそんなないですよ。名古屋国際大会とか同じ系ぐらいです。緊張しちゃうかもしれないですね。そうっすね。その2月はあれですよね、その前に伝わりです。あ、それがね、変わって、もしかしたら、ね、これ、その辺のなんかレジェンド音楽を行くんですよ。結構でも、強者なんですね。うん。なんかでも、これまたいつかやると思います、彼は。あ、はい。まあ、ね、やったとしても1分で。1分3ですか。はい、1分3。1分3です。で、もう、あっちのライジングローブでね、ライジングローブみたいな、薄いやつで。え、どっちがいいっすかね。薄い方がいいっすよ。
一応でやったことないんですよ、ね、どういう感じになるのか、なんかずっとボクシンググローブになれるんで、ちょっと開いちゃうんですよ、あ初めオープンフィンガーやった時ビッシュだったよね、これ引っ掛けるんですけど、ちょっと開けてわざとこう長くしていつもやってたんで、うん、マスターグループの方開いちゃう、怪我しますね、そうですね、だから拳系が結構握った方がいいっすよね、握った方がいいですよね、握る癖をつけないと、逆に買って練習した方がいいかもしれないです、あのパウンドグローブブレイキングダウンで使ってるやつって親指怪我しにやすいんですよ、あ結構めっちゃ薄いけどなんか表面痛いなって感じです、あ表面です、ね、体の皮膚が痛いから、あ中に来るっていうか皮膚が、うん、あオーディションじゃ来られないんですか、何の連絡もまずなくて、えマジっすか、10日っすよ、10日、うん、誰からも、あじゃあ来てください、今ここにいます、10日12月10日ってもうすぐっすか、そうっす、で、あの、なんと正月にオーディション映像放送します、あ、正月か、はい、あの、一応みんな暇してて面白いことないでしょ、だからそこで放送します、飯田さんもうずっと喋らないですもんね、こうやって最初から最後までずっとこうやっていますよね、あれ結構修行みたいなのがありますよ、確かにそうですね、あれね、結構あのオーディション映像といいとこだけ切り取ってるから、その視聴者の皆さんはね、なんかすごいいいとこだけ見てるんですけど、僕らはね、あの朝から夜までずっとやってるんですよ、めっちゃ疲れるんですよね、ございます、はい、もしかしてなんか予定があるとか言います、すみません、通ります、いや、ないです、もう10日までずっと東京いたいじゃないですか、あえてなんかたくさんコラボしたいんじゃないですか、ああ、それこそなんか練習、あ、今練習できないのか、手が痛いですか、そう、まあ軽くはあれです、軽く練習します、ああ、はい、どこですか、タイガースのため池の方だったらいけるんで、ああ、はい、全然やりましょう、ああ、でも膝蹴りのもう対策したら相当強いですよね、皆さんフックいいと思いますけどね、僕逆に昔ね、慶応介選手やった時に右フックはしたんで、ああ、そうですよね、膝って強いから体ごと避けた方がいいですよね、あ、そうですね、ボクシングの癖でやっぱグッとくると縮くまる癖です、うん、僕はこうずらしながら打ちますね、基本の膝はずらしながら、はい、ただ慶応介選手がやったのって自分から打ったじゃないですか、自分からの打ったじゃないですか、変化もあるんですよ、もっと上手い人と、そのストレートに対して合わせるみたいな、僕がなんか斉藤選手やってます、あっちだともう対応しきれないですから、だからこう打ちながらこうガンするから、伸びきってましたもんね、ミニストレートって、そうですね、あれ全然食べてないじゃないですか、結構もう来てるんですか、やっぱ、いやいや大丈夫です、もしかして小食ですか、うん、いや、食べます、食べたからめちゃめちゃゆっくり、食べます、食べます、昨日の焼肉がまだ、あ、焼肉佐久間と飲んで楽しかったっす、楽しかったっすよジブリの話して、ジブリの、それこそ動画撮っといてよ一番面白いやん、話してたら結構面白かった、すげえ興味湧くんだけど結構飲みましたもん、結構飲まれてましたね、めちゃめちゃ酒強い、酒強いよ、まあそうなんだ、もうずっとビール飲むんですか、ビールかレモンサワー、レモンサワーレモンサワーエグザイル系なんですか、他になんかワインとか煮干しとか、あ、多分あんま飲めなくて、あ、そうなんですね、苦手というか、あ、そうなんだ、ウイスキーとかも飲んだんですか、ハイボールも飲んだことないですね、ちょっと飲んだぐらい、なんかバーボンとかロックで飲んでそうなイメージあるけどね違うんですよ、あ、飲んだことがないですね、そうですね、苦手意識がなかった、じゃあ一旦ね、続きは飯田さんのチャンネルでやりますんで、概要欄から見に行ってください。そんな感じで。まあ、続きあるんで、見に行ってください。ありがとうございます。